俺たち一心同体七子とヌースケ先輩の友情マリオカート、しゃあやっとるぜおい。いよいよパート3でございます。はい、右のコントローラー任した、はい、左のコントローラーは俺のもんだ。二人合わせて迷宮境。いや違うんだって、それは違うんだって。もうやだよコメントでまた迷宮兄弟の話してなって言われるの。やだよ俺。あとね、うん、パート1たくさんの人が見てくださいまして、うん、その中に一つコメントがね、うん、ありまして、うん、ですね、ちょっとまあまあ、匿名さんから、うん、アイデアはいいんだからさ、うん、せめて普通にプレイできるようになってからやれよっていう。おい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 。頂戴しましたね。言ってくれるじゃねえかよ。俺らどんだけ鍛えてるか、俺らっていうか俺どんだけ鍛えてきたか分かってんのか。なあ、飲んでる場合じゃないでしょ。うんうんうん、2で走んだ、うん、だからこの服装も違うっていうか2で押さなきゃダメなんだっつって。もう一回やろう、はい、喧嘩になるなこれだろ。これ2で押すっていうのはあのお尻の2の数字で分かるから。え、なんか何やってんの。久しぶりだからちょっと待って。久しぶりじゃないでしょ、何やってんの。よかったな、本番じゃなくて。ほんとだよ。俺のセリフだよ。2でお尻で分かるって何だ。あ、ほんとだ、お尻2って書いてある。2が3。おーい。今、2からやったんだけどな。やってないよ、今。2になってる。早すぎた。早すぎるよ。ちょっと俺がタイミング教えてあげる。うわ、ん、バチ。すげえな、おい。そう。来てる来てる。違う、今のは、まあ、今のはいいんじゃないの、いいんじゃないの。世界一のゴースト、世界一のゴーストに勝ってない。オッケー、回ろう。オッケー、話いいよ。で、ここ回る。そう、先輩いいよ。ここいらないで、ここで走る。うん、そう。で、ここ話す。違う、ちょっと待って、違う、今コントローラーがおかしかった。コントロー、この野郎。コントローラーです。せいにする。でも分かってきた。あ、まず3ラップか。最初ラップ走って、本番行こっかな。オッケー。あ、でもいいのつくの上手くなってきた。風邪ひくなよ。そうだから、その不要なタイミングでジャンプされると、マジで変なとこ行っちゃうから、曲がらないときには、押さないでいただけるとありがたい。そう。それはもうダメだよね。まあ、時間かけすぎて粘ったんだけどな。粘っちゃダメなんですよね、早くやりましょう。そう。マジ鬼コーチじゃねえかよ。ここでやっちゃっていいの。ここから離して、うん、違う、うん、あそこはもう3回トントントンよ。あそこは粘んなくていいから、曲がってドン、曲がってドン、曲がってドン。なるほどね。で、そうここは使わなくていい、うん、で、ここで使って、そうで、ここすぐで、すぐそう先輩見えてきた。そう見えてきた。それでいいの。やっぱ木登りの名人も言ったけど、慣れてきた時が一番うまい。木登りの名人って職業なんなんだよ。木登り名人。そんなやつの言葉に耳傾けちゃダメだろ。ただの変人なんだから。いいか、木登りというのはな、慣れてきた時が一番危ないんだ。木登りって何なんだよ。ああ今ちょっと油断したな、うん、木登りと同じだな。木登り名人に木登り名人から教わることはねえよ。ああちょっと遅い。いやでも今のがちょっと遅いって分かるようになっただけでも大成長よ。OK。違う、それは粘りすぎ。粘りすぎ。ネバールくん。諦めない心。ちょっと待って。あ、でも今の復帰早かったね。すごい良かった。うん、これゴースト勝てんじゃん。いや、待って、落ち着け。勝ったと思った時が一番うまい。木登りの名人も。だから木登りの名人の言うこと聞くなって。あらあ根性で癖を。ああ木登り名人。先輩ちゃん。最初だって一
1秒縮める、うん、いや2秒縮める。よし縮める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 。はい、木登り名人。オッケー、もうないからね、木登り。いくぞ。しゃ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 。勝てる。勝てるでござる。勝てるでござる。うん、押すよ。いや、いけ、いけるぞ。ああ、どっから来た、おい。いけとこれで、うん、あの天下とロドン、うん、これがめちゃめちゃうまくなったらアーメン。もうそっとじすんなよこれがめちゃめちゃうまくなったら、うまくなったら俺これでフレンド戦っていうかさ、他の有名な実況者さんたちと一緒にマリオカートするのに、うん、俺だけこっそり2人でやろうとしたいやそれやろう。あーバレるそれかこの友情マリオカートフレンド戦っていうのやりたい。はいはいはい、それやろう、やりたいね。やおう。どうした、ちょっと待って、突然のスランプほんまじゃなくてよかった。あり得るから、イップスはいつだって誰にでも。はいはい、克服いやドラマもなんもねここを回りで行って、3個取って、ですぐ曲がって、ごめん、いける、おら取り返した、ナイス。そうだね、で、ここは一発いったらで、ここでジャンプで、すぐ降りて、そう気持ちいいっしょ、気持ちがいい、うまく回っていく、うん、これマリオカートの醍醐味だよね。その慣れるとすっげー癖になるわ、これ痛快に走るようなんだよ。そうだよね、そうだよ、ね、今逆ついてたのすぐ戻したよね、うん、偉いめちゃめちゃ偉い。はい、各サイスプあ、ほんとだよ。で、うまいことインをついていって、で、すぐ戻して、ここも綺麗にインをつく、で、もう一回ジャンプ、インをついて、ここもで、もう一回ま、ドルするよ。OK、話いいよ。で、ここでジャンプ降りたらすぐ、ドリフトかます。オッケー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 。あれこれ一人プレイかな。おろ、どこ敵が見えない、なんか敵が見えねえぞで、ここインついて、ここ使わなくていい、で、ここで曲がってほしい、ジャンプすぐジャンプ離すすぐジャンプ、はい、おわーマイナス3秒全員俺らの影を追え俺たちがマリオカートのチャンピオンだ、チャンピオンだ、世界チャンピオンだ。もう一回そうだね、そしてはいじゃん、でそう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 、目についてコインをしっかり取った、もうあとはあとは綺麗に走るだけ。いいよ、ここ不要を簡単にジャンプ、簡単にジャンプで、最後ここスピード出してイエーイ、よっなるほどさん、うん、俺本番が怖いよこれで先生、これで世界新です、先輩試合が怖いですじゃあ行こうか、うわーめちゃ怖い俺、学生時代まともに部活やってなかったから、ここで初めてその恐怖っていうのを同級生たちが味わってたあのプレッシャーを今初めて、見据えない怖さ、はぁ、しかも頑張ったら頑張った分だけ怖くなっていくっていうね。ねぇ、そういうことだったのか。なるこさんはさ、うん、あれでしょ、どうせ野球部めちゃめちゃ頑張った人でしょ。俺野球部頑張ってた人よ。俺はさ、うん、テニス部めちゃめちゃサボってたんだからさ。そうかもしんないけど、だから青春時代に部活に全力捧げて、うん、全身全霊で挑んできた人が、うん、あんまり部活サボってた人に、うん、どうこう言わないで。なんで怒られてんの俺今。お前、
部活サボってた人の気持ちが部活頑張ってきた人に分かるのかよ。いや逆じゃねえってその怒り方すんの。偉そうにすんなよ。どうせミスんで絶対に失敗すんだよ。絶対に失敗すんだよ。絶対失敗すんだよ。メンタル潰そうとすんなって。2でいいけど絶対間違えんなよ。いいな、2だからな。そう、ここから喋らないで。ちょっと遅いんじゃない。いや、いける。オッケー、いいんだよ。あんたと勝ちに来たんだよ今日は。部活で一生懸命頑張って何か成功した記憶思い出がない？今作りゃいいだろうがよ、そんなもん。兄貴。おはははははは。痛い痛い痛い。あのね、プレッシャーかけるのも感動させるのもなしで。今メンタルを揺り動かさないで。突破したいね。でも確実に動き良くなってる先輩。そうだよね。ここそうだよね。曲がっていいよね。で、そうだね。で、ここ2個取りに行こう。チャンスんな。ほら。で、ここ、こいつ当てるわ。こいつも当てるわ。けぇ、俺が1や。はぁ、ちょっと、先輩逆つかないで。ドリフトしてるぞ。完全に油断した。あぁ、よいしょ、あ、いいよ、あ、いいよ、オッケー。あれ、これ1位取れんちゃう。あれ、これ1位取れんちゃう。先輩、青コーラ来んな。青コーラ取るよ先輩、マジでいくよ、うん、いや皆さん残念ながらパート3は2分くらいで終わります。痛い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 。で、出し番取ってるから、あー、これ、あー、やばい、目の前が見えない。今1位譲ってやったんだよ、あえてな、あえてだな。よいしょー、マジでいけんちゃう、マジでいけんちゃう、マジでいけんちゃう。なんかいんな、なんかいんな、おい、しかも赤子いったれ、お前、俺もいったれ、1個足りねえ。なんか余計なやつに当たったな今。待ち合わせすんな。取る取る取る。オッケー、これでくらい。これでくたばれ。しゃ、あ、え、うわ、崩された。え？で、これで取り返す。最後にこのアイテム取れる。見える見えてる見えてる見えてる。当てるわ俺。当てるわ。当てる、絶対当てる絶対。俺がドリフトして、7個。あっ、これでないよ。まだいけるまだいける。あっ、これ追尾型バナナじゃない。追尾型バナナって何。追尾型バナナだよ。おかげで巨大なバナナになって。あ、なんか可能性はすげえ見えんだけどね。めっちゃ良くなってるけどね。そう、明確に良くなってるけどね。でも、ね、うん、あの、繋がり始めてるよ、うん、いつもあなたの暮らしに微笑みを。チャンネル登録よろしくお願いします。